はい、竹内優作選手です。さあようやく本格的に戻ってきた感じが。そうですね、まあ、自分が思うように体が動いてきてくれているので、ね、はい、今日2人でちぎっていっておったし、まあ、できればやっぱライン3人で出たかったんですけど、まあ、ちょっと自分の組み立てがちょっと甘かったかなと。いや、あれ3番目が弱いだけだよ。いや、まあ、自分の組み立て次第でなんとかなると思うので。ついていける、まあ、自分の組み立て次第だと思います、はい、そんな遠慮せんでもええって。いや、遠慮じゃないです。弱いやつは、ね、ついてこれないんだから。まあ、ラインは大事なんで、ね、タイミングで来れないものは仕方がないし、まあ、でもやっぱラインで出ればその分自分のプラスにはなると思うので、まあ、残りやすいというね、はい、みんなが後ろで何とかしてくれればと。そうですね、はい、はい、ね、でもまずは自分が勝つことが先決なので、タイミング的にここでっていう時はやっぱ踏まなきゃな。まあ、そうですね、まあ、そうですね、自分が思う展開というか自分が思うところで踏み込めたので、ね、大丈夫だと思います。もう一周ぐらいだったら楽にこうね持つような。そうですね、はい。どう、あの深谷とか脇本見てて。いや、まあ、ずっと強い2人なので、はい、彼らがやっぱ前半が10秒11秒を切るかそこら辺でいってて、はい、まあ、今日ちょっと風があったんで後半はやっぱり11秒6しかかってるけど、はい、まあ、もうそれは人それぞれ風もバンクのコンディションも違うので、まあ、特に気にしてないです。どっちかっていうとどうなの、竹内は前半はペースでいって後半踏み上げるタイプ。あんま考えてないです。意識してないの。はい、あの出るときに一応出るだけ出てそこから考える。まあ、そうですね、出てからじゃないと結局レース始まらないので、うん、はい、ね、結構長い距離いつも踏んでるしね。そうですね、まあ、でも最近ちょっと長い距離あまり残れてないので、はい、まあ、1周半ぐらいだったらまあ今普通に行かなきゃいけない状況だしね。そうですね、しっかりそういう行く判断っていうのはしっかり準備しておいて、でそこで体がうまく動いてくれればなと思います、うん、ね、まあ、明日準決勝ですが、はい、頑張ります。思い切って、はい、自分の競争できるように頑張ります。あの、なんか調子良くなってくるとやっぱり師匠は何か言うの。いや、特に悪い時にどうしたんやっていうのは声かけてもらえるんで、うん、まあ、その時にまあ今の自分のことを伝えるだけなので、うん、はい、最近師匠もね、なんか良かったのはちょっとなんか楽勝だったりとかねまあ、そうですね、でもやっぱ師匠があんだけ頑張ってるので、うん、やっぱ弟子としては負けられないので。だよね、はい、いい年越えて頑張ってるもんね。まあ、そうですね、まあ、やっぱあの年であの位置にいるのはすごいと思うので、ね、はい、あの体もそんなに大きくないのにね。そうですね、はい、そういった意味ではね、竹内もそんなに大きくないし。そうですね、1センチぐらいしか変わらないので身長は。ただ横がしっかり、まあ、体重はなるべく維持しようかなと思っているので、はい、はい、じゃあこのいわきのバンクってどうなの、得意なの。どうなんですかね、記念で来た時はあんまり成績良くないんですけど、うん、オールスターは去年も決勝残れているので、うん、なんか相性はいいのかなと思います、ね。あの去年のリベンジは決勝でしなきゃいけないし。そうですね、やっぱそれは頭の片隅にはあるので、ね、で車検でしっかり貢献できるように頑張りたいと思います。ファンの皆さんも期待してますから。はい、頑張ります。いいレースを、はい、ありがとうございます、はい、頑張って。去年のリベンジはするそうですよ、はい